ナンスカスタマイズって2つのメニューがあって、はい、まあ、今カスタマイズのメニューを選びました。お、好きな色を選んで、バリエーションありますね、はい、いろんなとこがいじれるんだ。でこれ、外装のそのカスタマイズから、はい、性能のカスタマイズまで今できる、結構いろいろやれるんですね。あ、なるほど、はい、でまずは今外装で、はい、こうやってステッカーをつけて、トップのところに、はいはい、このハンマーヘッドのステッカーをつけられる、ステッカーをつけられると、はい、つけてると。いいな、こんな感じだね。しかもちゃんとここの、空とかがちゃんと映り込んでるこの光沢感とかがすげえな、ね、いいっすね。それでベースのカラーも変えられる。さあベースのカラーもステッカーの位置はここで確定し、うん、ボディですか。何色にする？アイボリー行ってみようか。おお、いいですね、はいはい、いいです。全然たまにはこんなので、今までのやっぱこの色で見てないからすげえ新鮮に感じますね、ですよね、やっぱりね、はい、いいじゃん、いいじゃん。お父さんの車を変えちゃいましたね、デザインを勝手に、はい、勝手に、はい、じゃあこれで今日は出発しましょう、はい、じゃあこれでいきましょう今日は、はい、これでいい。まあ、こんな感じで割と細かくいろいろといじれちゃうみたいな。そうです、いたしゃ的なこともできちゃうみたいな、ね、で自分好みに変えたり、はい、最高速が足りないなと思ったらスピードアップを測ったり、ね、まあ、いろいろできる、ね、この辺もできるんですね。できます、すげえ。で、はい、今日はなるべくゲームプレイをと